おはようございます。大臣からありますでしょうか？特にありません。幹事社からお伺いします。昨日韓国の特使団が北朝鮮のキム・ジョンウン委員長と会談しました。で、北朝鮮側からは満足ある合意ができたという発表もなされましたが、まず受け止めどのようになさってますでしょうか？韓国側からしっかり説明を受けたいと思います。まだそうした特使が戻っていらっしゃらないので、まだそういう説明がありません。しっかり説明を伺いたいと思っています。一連の動きを見ているとですね、韓国側特に対話を優先して動いているのではないかと、非核化のコミットが薄れているのではないかというふうにも見えるんですけれども、その点どのように考えていらっしゃいますか？日米韓で緊密にすり合わせをしておりますので、そうしたことはございません。キム・ジョンウン委員長が、自ら姿を現して4時間にわたって会食したということです。この点についてはどのように受け止めたのか？制裁の効果が出ているので、必死に微笑み外交を試みているんだろうと思います。幹事社以上です。拍手お願いします。特使の訪問の件なんですけれども、来月目ので、米韓の軍事演習も予定されているということで、そこが一つのリミットというかターニングポイントになるかと思いますが、そこに向けて の韓国の対応です。日米韓の緊密に連携というふうにおっしゃってますけれども、そのどのようにその日米の側にちゃんと引きつけるか、そこの対策についてどのようにお考えでしょうか？いや、もう日米韓で連携しっかりできてます。キム・ジョンウン委員長が出てきたのは、米朝対話に強い意欲があるという見方もありますが、この点はどうお考えでしょうか？とにかく経済制裁で困っているんで、必死に微笑み外交をやってるんだろうというふうに認識しております。日露間で伺います。ロシアのトルトネフ副首相が北方四島での共同経済活動に関して、日本にはさまざまな意見があり、統一的な決定をまとめるのは困難だと、要は日本側の意見の不一致で日露間の協議が進んでいないとの認識を示したんですけれども、この発言の受け止めと、また今月局長級また外相会談を予定されていると思いますが、そこで目指す成果教えていただけますか？そこで共同経済活動の進展について、日本側がどのような進展を目指すか教えていただけますか？日本側の意見が云々ということは全くございません。これまでも彼はなんかいろんなことをおっしゃっているようですが、特にそうしたことはありません。ラブロフ外務大臣が来日されますので、そこに向けて今さまざまな準備の協議を行っているところです。ラブロフさんがいらっしゃるまでに、少しいろんなものを進展させていきたいと双方で思ってやっております。大臣すいません、2009年の NPR に関する米側からのヒアリングに対して、当時日本大使館の講師だった秋葉次官が沖縄への核貯蔵庫建設について説得力があるとの肯定的な見解を示したメモが見つかったとの報道があります。事実関係どのように把握していらっしゃいますか？秋葉さんにも確認しましたが、そのようなことはないということでした。もしそのような見解があったとすれば、非核三原則に反するというふうにお考えでしょうか？非核三原則を堅持するというのが我が国政府の一貫した立場ですので、それに反するような、示唆というのはなかったということです。ヒアリングを受けたという事実はあるんですか？さまざま日米のやり取りの中で、当然 NPR についても日本側からいろいろなことは申し上げているということはございます。1月以降、国会と外交で厳しい日程、タイトルに行っている中でやってらっしゃると思うんですが、ちょっと少し前の話で恐縮なんですが、2月14日の集中審議に出られた後、投稿されたツイッター、その後、拝見できないような感じになっていると思うんですが、これはどういった配慮があったからか、どういった配慮があったからかというか、どう指摘されたのかです、ね、ツイッターです。外交防衛等の集中審議がございましたが、私の答弁時間が6分少々ということだったものですから、ずっと座っていると仕事ができないというようなことをツイートいたしましたが、理事会でその件が取り上げられたりとか、各方面に予算審議のご迷惑をかけてはいかんということで削除しました。ありがとうございます。ありがとうございました。